はい、皆さんこんにちは。大人の企業専門学校学長の北野です。今回はフリーランスがインスタで月収100万円、実際の成功事例をご紹介しながら少ないフォロワー数でも売上が上がる秘訣というのをですね、SNS 業界ナンバーワンのですね、弊社がお伝えをさせていただきたいなというふうに、思います。ということでですね、まず最初になんですけど、今回まあうちのですね、学科生の伊藤さゆりさんという方のですね、まあ女性コンサルタントをされているまあフリーランスの方なんですけども、のアカウントを元にしながらちょっとご説明をしていきたいと思います。まあ伊藤さんはですね、まあうちの学科入って1ヶ月目でまあ月収で41万っていうものをですね、インスタグラムと LINE を使って、いわゆる広告をかけずに無料でですね、しっかりとお客さんを集め、そして41万円のまあ実際にご契約というのを獲得された女性フリーランスの方なんですけども、まあもともとうち来る前っていうのは、まあもともとメールマガジンとかそういったもので、いわゆるいろいろスクールに投資をしてきて、もう累計で1000万近く自己投資をされてきたっていうふうにおっしゃってたんですけど、それでもなかなか結果が出ずに、そして最後の駆け込みであるという形でうちに来ていただいて、まあ収益を上げられた方なんですけども、その1ヶ月後ね、この実際に以前動画を撮らせていただいたこの1ヶ月後にですね、フォロワー数で言うとまあ大体2000フォロワーぐらいと、まあ2000フォロワーぐらいで、まあ大体今回あれか41万円のご契約いただきたいということなんですけど、そこからさらに1ヶ月後ですね、さらに1ヶ月後に130万円の売り上げが上がりましたっていうご報告を実際にいただきました。で、この時にまたね、まあ、別のチャンネルでこれ動画上がってるんですけども、実際に2ヶ月後ではですね、フォロワー数がインスタグラムですね、まあ、3000から4000フォロワーというところで、別にものすごいですね、例えば10万フォロワー、20万フォロワーいるっていうわけではないんですよ。なのに、そこら辺の5万フォロワー、10万フォロワーいるインスタグラマーの人よりも圧倒的に稼いでるっていうね、月収で130万を超えていますと、まあ、いうことで、いわゆるですね、インスタグラム、まあ、彼女の場合はですね、まあ、実際に、女性向けのそういった、まあ、コーチングを使ったコーチングと企業の支援っていうのをされている女性なんですけども、そのやり方を商品にして、それを販売している方です。で、その商品を販売するときに、もちろん、インスタグラムで、まずは自分自身を知ってもらうっていうのがすごい重要なんですね。そのためにインスタグラムをまず使いました。で、インスタで情報発信をしていって、そこからもっと伊藤さんのことを知りたいなと思ってもらえたら、LINE アットに誘導して、そこでまた信頼や関係を構築してから、まあ伊藤さんからぜひね、コンサルをお願いしたいですっていう方からお申し込みがあって、まあ月間で130万円の契約というのを今いただいてるわけなんですけど、現在はですね、もう今270万くらいですかね、月収ベースで言ってると。まあほぼ利益でなんで、まあ月収270万ですよね。を、LINE という SNS で、まずね、インスタメインとして、構築をされてね、売り上げを達成されている方です。で、その伊藤さんがどんなアカウントを実際にインスタグラムで構築してきたのかっていうのをちょっと今回分析をしていきたいんだと思うんですけど、それがこちらのアカウントです。まあ今ちょうど始めて半年ぐらいでもう9300フォロワーぐらいまでね、まあ増えてきてるわけなんですけど、まあ一番最初は全くのゼロからどんどんスタートして、まずは1000フォロワー、2000フォロワー、3000フォロワーってやっていって、まあ半年目で大体、半年から7ヶ月目ぐらいかな。で、9300まで今来ているわけなんですよね。で、アカウントとしてはこういった形で、まあ写真と文字っていう形でね、統一感を持って、まあこういう格子状みたいな形でね、デザインをしているんですけども、まず大事になってくるのが、まず勝因その1ってことで、まあ見込みの濃いですね、ターゲットに積極的にコミュニケーションを取りに行ったことっていうのがまずあります。まあこれ皆さんもね、意識してほしいのが、例えばあなたがハンドメイドとかダイエットしてるんだったら、ハッシュタグハンドメイドとか、いわゆる在宅ワークとか、あとはまあ実際にダイエットとかだったら、ハッシュタグでダイエットリレシピとかダイエット情報局とかお役立ちダイエットとか痩せる方法とかそういうハッシュタグをいろいろあると思うんですね。で、そこをまずインスタのハッシュタグで調べたときに、そこに実際に投稿している人とかに対しての最近の投稿ですねに、なんかコメントをしに行ったりとかいいねをしに行ったりとか、いわゆるアクションをしに行くことによってどうなれるかっていうと、まあ伊藤さんの場合だったら、例えば企業とかママさん向けのお客さんがターゲットになりますんで、そういったハッシュタグをつけて投稿している人に対してのコミュニケーション、まあコメント周りとかいいねをして取りに行っていったと。で、そこに対して、まあこのちゃんとしたやり方があるんですけども、で、相手にコメントしたりとかいいねをすると、相手に通知が行くわけなんですね。で、相手に通知が行くことによって、例えばこちらの伊藤さゆりさんね、伊藤さゆりさんという方からいいねされましたっていうふうに相手に通知が行く。そうすると相手も一旦、あ、伊藤さんってどんな人なんだろうって言って、プロフィールに飛んできてくれるわけですね。で、あ、こんな人なんだ。あ、この人ってちょっと私が求めてた人かも。とか、ちょっとこの人の内容すごい勉強になりそうだから、ちょっとフォローしてみたいな。って言ってフォローされる。で、どんどんフォロワーが増えていくっていう現象が起きているという話になるんですね。まあ、もちろん、ハッシュタグもね、もちろんそういったマニュアルってのはあるんですけども、ハッシュタグから新規流入も相まってこれだけ伸びていると。で、いうところで、皆さんもぜひね、実践してほしいのは、こういったまずハッシュタグでターゲットまず絞り込んでいって、そこに対してコミュニケーションをやっぱ取りに行っていくっていうのがすごい重要かなというふうに思います。で、二つ目の勝因としては、やっぱ3秒ルールって書いてあるんですけども、まあ、プロフィールを見たときに、何の専門家なのかっていうのが一発で分かるっていうのがすごい重要ですね。何の専門家なのかが一発で分かると。で、例えば、この伊藤さんの場合とかであれば、愛され企業コーチっていうことで、あ、企業支援をされているコーチの人なんだなっていうのがもう一発で分かるわけじゃないですか。っていうところで、いわゆるプロフィール文では、
〇〇の人のための〇〇専門家っていう話で、何に悩んでる人のための何の専門家、3ヶ月でマイナス10キロ痩せた人のためのダイエット専門家とか、食べずに痩せる専門家とか、そのエッジですよね、コンセプトを尖らせる。あなたは何の専門家なのか、ここのとんがりが多ければ多いほど、いわゆるブランディングでは成功できるという話になりますので、ぜひね、皆さんも自分だったら何の専門家なのかっていうのがパッとわかるようなプロフィールになっているかっていうのをまず確認してみてほしい。で、この3秒ルールって何かっていうと、人っていうのは基本的に、インスタ見た時にアイコン見てプロフィール文見て、0コマ何秒でまずこのアカウントありかなしか決めます。で、その中でありだったとしても、このアカウントをフォローしようかしまいかっていうところで、さらに3秒間考えます。3秒以内ですね。まず、アイコン見てプロフィール見て、なしだと思われたらもうそこまで離脱します。アイコン見てプロフィール見て、ありだと思われたらそこからちょっと投稿を見るわけですよね。で、投稿を見た時に、あ、このアカウントちょっと勉強になるな、ためになるな、っていうふうに、ポイントはですね、いわゆる、ためになる、勉強になるなんですね。で、ためになるな、勉強になるなと思われたらフォローされるっていう話なので、そこの3秒間でしっかりと、お客さんにフォローしてもらえるような受け皿を整えていくっていうのが3つ目のポイントとしてすごい重要です。受け皿を整えていく。で、伊藤さんの場合とかであれば、まず、色合いですよね。世界観になりますんで、いろいろ例えばこの投稿は青色の縁を使って、この投稿はピンクの縁、この投稿は黄色、緑、紫。それは、やはり良くなくて、アカウントの統一感ってすごい重要になります。で、例えば伊藤さんの場合とかであれば、このパステルカラーを統一感として、ずっと統一してやってるわけなんですよね。によって、あ、この色といえば伊藤さんみたいな、そういったブランディングがまずできます。カラー面でのブランディングね、カラーブランディングができますと。で、次に大事になってくるのがそのテーマなんですよね。まず色面、色合いのテーマと、その次にその内容面的なテーマ。伊藤さんの場合とかであれば、企業のためになる情報×家族っていう風な形で、そのテーマをしっかりと固定してます。例えばママ起業家としての日常が垣間見れるっていうテーマのもとに、このインスタグラムアカウントでは進んでいくわけですよ。で、もちろんそこにですね、その人がいるっていう感情がするっていうのはすごい重要で、もちろんそこにいるわけなんだけども、伊藤さんとかね、そこにいるわけじゃないですか。そこであえて、お子さんがいるのであれば、お子さんとかご家族の写真を出すことによって、そこにちゃんと伊藤さんがいるっていうのがすごい大事。よく、おしゃれなですね、景色の写真とか、カフェでの写真とかだけしか載せない人いるんですよね。そういう背景だけの写真って別に言ってしまえば、フリーの素材でいくらでも引っ張ってこれるから、本当にそこにあなたがいるのっていうのが分からないんですよ、お客さんからするね。だからちゃんと自分自身が写ってた方がいいし、で、毎回自分の写真でなかったとしても、例えばカフェとかでですね、こういうコップを持っていて、自分の手がちゃんと写ってたら、自分の時計と手がちゃんと写っているような写真、そこにその人がいるっていうのが、この情報発信のすごい重要になってきますし、あなただからっていうところでね、しっかりとファンになっていただけるということがありますんで、伊藤さんの場合だったら、ママ起業家としての日常っていうところをしっかりと家族との写真プラス、それだけじゃなくて、ためになる情報っていうのをちゃんと配信しているっていうのを、意識されています。大事なのは、このインスタグラムの投稿面ではですね、やっぱりためになる情報っていうのを書く。例えば、セミナーで速攻満席になるためのセールス法とか、一人企業に向いている人の5つの特徴とか、9割がしないモデリングの落とし穴というような、そういったためになる情報っていうのをしっかりと発信しながら自分のキャラを出していく。これの融合によって、ファン化と、そして、いわゆる、先制的ポジションになるための、そういった、いわゆるブランディングっていうのが整っていくと、いうことになりますので、ぜひね、今、先生業とか、いわゆるこれから、お教室系だったりとか、そういったコンサルタント業をしていきたいな、っていうフリーランスの方とか、今、会社をしていて、ゆくゆくそういう席を仕事にね、趣味を仕事に、特有仕事に、SNS フリーランスになりたいという方は、ぜひこういったポイントを注意してね、ぜひ、インスタグラムを構築していっていただけたら、すごく嬉しいなというふうに思います。はい。ということでね、今回の動画少しでも勉強になっているという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、そしてね、下の概要欄からぜひね、LINE の友達になっていただきますと、こちらね、動画メールでもプレゼントしますので、ぜひね、ゲットしてみていただけたら嬉しいなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。最後にご視聴いただき、ありがとうございました。